さ、ロマサガーレスやっていきますということで、多分ね、今ガチャ更新された瞬間だと思うんで、評価とか多分出てないと思うんでね、まあ、何も知らない状態ですが、まあ、当たり前に、ロックブーケ編からいきましょう。まあ、前の動画でも言いましたけどね、まあ、次のガチャの登場期間と、まあ、ダブルガチャなのかによって、まあ、1個前のガチャのシリウス編、引くか引かないか決めるっていう話だったんですが、まあ、案の定更新早い上にダブルガチャということでね、まあ、シリウス編はね、ちょっと引くことはなくなっちゃいましたね。まあ、今回のね、七英雄の終了18日か、天井分まではちょっと一瞬はためらなさそうですね。うん。自分でそのガチャルールがマックス30連ルールなんですけど、このルールで、なんかガチャ引けないことってまずないんですけど、ちゃんとルール守ってるのにシリウス編引けないのはちょっと、異常ですよね。ダブルガチャの多さ。これは結構不評買うんじゃないかな。まあ、自分はもう 1.5 周年からね、無課金なんで別にいいんですけど。ドット絵見ていきましょう。ロックブーケ。まあ、ドット絵、これはね、3点です。自分で、ね、なんかファンアートだと思うんですけど、なんかね、戦士みたいなロックブーケのドット絵をね、何かで見たんですよ。あのドット絵のロックブーケがめちゃくちゃかっこよかったんで、あれが欲しいっすね。グチンシーのドット絵。まあ2点。ダウンタークのドット絵。3点。ただね、このロックブーケのこのイラストがね、最高ですよね。この人別にそんなに好きじゃないんですけどね。やっぱさ、ジャンヌ・ダルクというかさ、こう、戦士衣装の、なんか女キャラっていいっすよね。まあ、ライトニングみたいなさ。いいと思います。5点。また、ドット絵がね、ちょっと惜しいっすね。おぉ、クジンシーもいいじゃないですか。このクジンシーいいですね。いや、このクジンシー好きだな、5点。点数甘いです、今日は。もうダウンタークもいいじゃないですか。5点。今日は点数甘々の日ですね。最高得点全部5点っていうね。ちょっと厳しい時は多分全部4点くらいなんですけど、今日はなんか甘々みたいです。まあちょっと性能関係なしにね、ロックブーケは狙いに行かなくてはいけないんで。まあとりあえず、まあ石自体がね、全然ないんで、まあ、多分頑張ってこのジェラール編も引けるかなくらいだと思うんで、30連ルールでね。別に4体だけど SS なんかピックアップ確定ってわけじゃないんでしょ、多分。いや、これはなかなかえぐいですね。ガチャの期間伸ばした方がいいくらいだと思うけどね。さ、1.5 周年でね、280連爆死していこうね。課金しなくなった今のガチャルールはマックス30連でね、何かしらの新キャラが出たらそこで終わりっていうルールなんですが、まさに自分がその課金をやめようって決めたのはこういう感じの時ですね。当時は石の配布が全然そんななかったんですけど、その中で、ガチャがめちゃくちゃ多くなっている中で、とどめのダブルガチャ8体っていうのがあって、1.5 周年で。それまではコンプ勢だったんですけど、あれでちょっともう心が折れましたね。他にもね、減塩戦争っていうそういう要因はあるんですけど、そんな感じでいきましょう。まあ、全てが重なりましたね。全てが重なってロマサガーレスとか減塩戦争とか、それで自分はアプリゲームに課金しないことになったんですよ。月数十万も課金してたけど、もう一切しなくなった。グランブルーファンタジーのアニバーサルチケットだけ、月数十万課金してた人間が年間で3000円しか課金しないっていうね、治療が終わったんですよ。まあ、あらゆるゲームのおかげでね。今もちゃんとその治療は続いてるんで、確率のものには課金しないっていうね。そんな感じでいきましょう。10連目いきます。ロックブーケお願いします。まあ10連目は安定の爆死です。ノー演出、完全なる無です。いや、なんか新キャラ数体引きっていうね、そういう神引きって自分本当にしたことないんですけど、なんか今こそしてほしいですね。20連目いきます。ムクチャー来ました。まだ1回しか見たことない、なんかブラック演出も見たい。すごいね、無演出だけどムクチャー来ましたね。ムクチャーのみ演出。ロックブーケお願いします。頼みは、まあ、言いたくないけどロックブーケでお願いします。クジンシー来んなよ。ロックブーケでお願いしますよ。うわー、これやっぱ1体だけかな。きついね。
頼む、ロック武器でお願いします。ロック武器もね、全然ある。はぁ、あ。ね、しのちゃんは未来が見えるんですよ。クジンシーでした。数秒前の未来がちょっと見えちゃうんですよね。数秒後か。数秒後の未来が見えちゃうんですよね。まあ、一旦ここで撤退ですね。ロックブーケは性能わかんないですけどね。まあ、クジンシーの性能見ていきましょうか。まあ、クジンシーもね、自分あの、最初のプラチナガチャのクジンシーしか持ってないんで。クジンシー自分7エリの中では、2番目につくかな。1番はノイロなんですけど。あ、違うな。1番がダンターク、2番がノエル、3番クジンシーだな。3番目に次なんでね、クジンシーのね、最新スタイル欲しかったんですよ。なんて言ったってドット絵がさ、最初のクジンシーのドット絵最高じゃないですか。あれに着せ替えちゃえばいいんで。さあ、クジンシーの性能見ていきましょう。まあ、自分大小ダメージ嫌いなんですけどね。まあ、敵全体攻撃2回やるんで、これもしかしたらアビリティ次第では、周回性能結構高いかもしれないですね。いや、周回性能は、1ターンだけなんで、無理ですね。まあ、自分過去のスタイル、クジンシー初期スタイルしか持ってないんでね。継承技もないんで。でもね、使っていきたいですね。いや、まあ、ロック武器出なかったですけどね、念願のクジンシーの最新スタイルは、本当に嬉しいです。まあ、なんか、こいつは強いなっていうキャラじゃないと思うんですけどね。まあ、性能的には別に狙いに行かなくていいんじゃないかなっていう、ちょっと印象は受けるかな。まあ、ドッカンバトルと一緒でね、最新のスタイルは強いんで。まあ、とりあえずロックブーキは出なかったですけどね。まあ、一旦ここで終了して、また9000溜まったら、ちょっとジェラール編に行って、その後、まあ、多分動画では撮らないと思うんですけど、単発あたりでロックブーキ単発でちょこちょこ追いかけるかもしれないです。それはもうジュエルの残量次第ですね。まあ、一応次のガチャもあると思うんで、そこら辺の兼ね合いを見て、まあ、ロックブーキ追いかけるかね、ちょっと決めていこうと思います。そんな感じで。どうもありがとうございました。